一行はミファーたちと力を合わせ砦の奪還に成功する。そこにはイーガ団の手に落ちた研究所から辛くも落ち延びたロベリーの姿もあった。またロベリーと同時にプルアも研究所を脱出し、ハテール地方果ての砦へと向かったという。だが果ての砦も敵の襲撃を免れてはいなかった。果ての砦を救援するためリンクたちはアッカレ砦を立つ。救援作戦の間、ハイラル城から絶えず現れるガーディアンをハイラル平原で押しとどめる役目を買って出たのは、まるで悪夢じゃな。その悪夢を終わらせるのが私たちの役目さ。ですが、あのような数を。お前が助けに来てくれたおかげで私は生きてるし、このナボリスだって動かせる。私たちならやれるさ。わかりました。いい返事だ。それじゃ始めるよ。私の手をしっかり握って。はい。
相手だね。ウルボザ様、こうなったらやれるところまでやってやりましょう。さすがはゲルドの場合、たくましいじゃないか。神獣バー・ナボリスを操り、ハイラル城から絶えず押し寄せるガーディアンを掃討する。一方、果ての砦へと到達したリンクたちは、ウルボザたちの作った隙をついて砦の包囲網に挑むのだった。
させてリンク。貴様らの命運もここまでよ。
リンク。
皆さん、どうかそのままで聞いてください。厄災ガノンが目覚めた今、私たちにはこれまでにない試練が訪れるでしょう。ですが、膝を折ることも絶望する必要もない。立ち向かうのです。このハイラルには大魔の騎士が、神獣と英傑が、そして勇敢なあなた方がいます。みんな、私についてきてください。厄災はこの力で私が必ず封じてみせます。さあ、この果ての砦から始めましょう。ハイラルの全ての民を救う戦いを。それで、話というのは？あなたは！